これがなのが日本ワイロ。いやもう中途半端は嫌だけ全部取っちゃうから。さあこれはあれ、あこれお米も取り出すけ。あのね、ごぼうはね、こんなほら、こんなので洗えるき、ここ来てみて、おばあちゃんやる、あ、こことなのかなね。ちょっと待っちゃって、これ、そんで。こうやってほら、残る。これ、白鬼の缶でも、金のたわしがいいんだけどね。金のたわし。金のたわしのあるか。見てみて。あるかも。来て来て、これストーブの上でぬくみやったやつ、これね、ぬくみやったな、消毒しちゃった、こらこら落ちるの、左にこんな金の、うん、さあちゃんだわね、これのけんね、私だけ落としたって隠してもおろけど、おばあちゃん嫌いだけ、うん、で、おばあちゃんの説は 100% 正しいってことはないよ、うん、まあ、昔はね、こんなことしよった、これをこれでやりやった包丁で、うん、けどさっちゃんがさっちゃんそれ泥のけたらええよって言うたけど、うん、栄養があるからかね、うん、知らん汚らしい気持ち、おばあちゃんね、まあのけるぞ、これきれい、知っとこねえかんことがある、ほいだこれ、あのスノコの滝に切るわけよ、これ斜めでやりな、危ない、巻き寿司のこれこっちいるが、あのねこれほら、海苔の長さに切るわけ、おばあちゃん適当じゃけん、だいたいほら長さがないときは塩がない、こんな感じで、大体こんなもんだと思う、少々出てると思う、きちんと測ってしたら一番綺麗なのね、うん、これってこんな感じ、巻き寿司に入れるかやき、丸太ほら
味がつかんで、こう2つ割りにするわ。大きいのは適当に、あのその時のほらごぼうの大きさによって適当に、それ臨機応変にしないかんね、うん、これあんまり大きくない木にこのくらいに切って、これどうしてこのぐらいの長さに切るか知っちゃう？のりの長さやろ。大体のりの長さ。これら小さいと思った。このも小さいね。炊けると。うん。ほんで、ほんと大きいごぼう買ったら、ほんでこれくらいのごぼうが一番巻きやすいと思う。でも、あんまり動きが悪いけ、うん、これをね、いっぱいの水で入れると、このくらいにスプーンをして入れた後がやっぱ早んで入れるみたいな気がする。原理は知らんけど、原理は知らんね。自己流やきね。うん。おばあちゃんそれね、本当自己流、自分で考え出して。これも日本でええと思う。日本で。そんな長いやつ売ってるの？長いのしかなかったし、まあこれくらいのやったらほら半分に切ってね、両方一つで2本こっちとし。あの元の方と尻尾の方の大きい方をやって、巻くときにそれはいろいろ考えてやった。これも自分がやってみりゃわからん。これこそね、色をきれいにするために皮はおばあちゃんも皮をむいたらきれい。これあんまりきれいな人参じゃないね。いや、あそこまで買いに行ったね。具材屋用なかったら美味しいのないのに、なるだけリングったらいい、綺麗なやつ。選んで買ったのに文句言うてもいかんやろ。選んでしたけど、外見で。中はわからなかった。綺麗な色のがあるけね、真っ赤いというかもう綺麗な。これらは半分用ミニが混ざっているような感じ。まあ絵はね結構高かったけど、これでもで、ここを綺麗にこうというような、これ空気がついてるとこれ汚い結構。これは1本はだいたいこれに合わせていかんねん。このぐらいにしてくれると、これで何本取れる？
これはこういうふうにして入れたらいいね。ほら、巻くときに。うん。こういうような感じ。これで1、2、3、うん、1本、あれだ。そう、水はなんで出しっぱなしなん？かんぴょ、ちょっと切っといて、甘いけ。もったいない。下ごしらえで、これ水でこうちょっと濡らしといてね。割とたっぷりの塩、普通の塩で。そう、弾力性を出すためにもんがよ。どんな塩でもいいわけ？かんない塩じゃ。ああ、やめて、捨てるかや。うん。こうやってもんだら弾力が出る。もむ目安はどれぐらいなの？全然こうやって触って、まあ一歩ももんだら上手じゃろ。うん、そんなものはないと思う。知らん、説明用か。あとこんなになるね。あ、どんなに幅がちょっと広くなって、うん、こっちからか、やっつけるのが、あ、今度洗いあげる。それはどれぐらい洗う？え？洗い上げはどれぐらいしたいの？洗い上げるのはお塩が、ほら、つけたお塩がなくなる程度に洗い上げたらいい。それかあげよ。自分で。そんなに塩漬けにしとったわけじゃない。そんなんなのとこで。うん。入れようかね。うんうん。時間かかった方が美味しいろわい。分かる。そんなことはないぞ。あ、そう。時間かからね、できんことは、そんなできない。ね。うん。ごぼう
アクを取らんとたいから2号でいかんの。ちゃんと書いてくれちゅうきね、説明よ、ここへ。うん。あったんですか。圧力のものつくぞれる場合があります。水を入れるだけど。いいか。ほんとぬるま湯じゃねえ。水つけてもかまいとかあいつ。うん。1分ぐらいやったの。もう卵は入れんね。もうややこしい。普段入れやせん方がいい。やったら自分が入れたらいい。絵本巻きの時は入れるけど、ね、今日はいい。できたら入れてほしいが、せっかくやん。卵も、あの、普通にしといて切って入れたらええねんけど、その簡単なの。これは、ビスケット。1分間水つけると。おばあちゃんじゃない、これを必要かな、わからんで。どんなになるという過程よ。中を、お鍋の中を。お鍋の中を見よらな。ほら、この膨れていける。そういうことが関係よ。ここも開けて時間分かっちゃうね、こんなとこ開けてしまう。1分もう過ぎたね。水気を完全にこうやって絞るの。こうやって両方で。これを押さえたら絞れ。これは体にはいい。ご本にとったら、ご本にとったら。卵も入れた方が美味しいわけ。見た目がいいわけ。1,2,3,4つ入る。で、味がいいわけ、見た目がいいわけ。そんなことはない、もう入ってないのがいっぱい。ゴリのだろうな、入っちゃってない。ほら、このまま置くね。しばらく下ごしらえ。
ごぼうが集まるよね、どうしてやろ。すごい憧れる。そしたらそこの広いお鍋じゃないと大変で、こんな長い、今あんまりする人おらん、姉ちゃんだもん、姉ちゃんもしやすいつくらせんと思う、こうてくると思う。ややこしいね。これ、炊けやすいもんから、炊けにくいもんから炊き出るからね。だし醤油を使うけど、やっぱりこんなだし入れちゃった方が美味しいから。最初にしてみたの。